失礼します。失礼します。今日も食べ準備しました。今日は2人の結婚式楽しく行きましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。忘れた。これはただ終わってから読んでください。はい、ありがとうございます。泣いちゃった。せっかく綺麗。どうですか。ちょっと今読んじゃうとね、もう涙が止まらなくなっちゃうそうなんで。さっちゃんへ。今日の結婚式はどうだったかな。2人で一生懸命準備してきましたが、さっちゃんの満足のいくものになったでしょうか。これは式の前日に書いたものですが、僕はやる前から最高の式になると分かっています。なぜなら当日までの準備がとっても楽しかったからです。さっちゃんと2人で計画して材料買って思う通りにいかなくても、2人で考えて何か他の方法を考えて、そんな過程すら楽しかったんだから、結果も楽しいに決まっています。これからもいろいろなことがあると思いますが、2人でならどんなことでも乗り越えていけると思っています。これから先も2人で楽しみながら歩いていこうね。かっこよくてお茶目でサプライズまで上手になった裕次郎より。